今回ですね、ニトリで買ったですね、めちゃくちゃいい収納ケースをですね、ちょっと良すぎたので動画で撮っていきたいと思います。これニトリでですね、買ったんですけど、こんな感じで、作りも、こうなんか、デニム生地っぽくて結構しっかりしてて、で、こうポケットが、1、2、3、4、5、6、7、って感じで、ポケットがもうめっちゃ入ってるんですよ。で、これカラーボックスによくこう入れられるじゃないですか。これカラーボックスの、サイズにもぴったりで、カラーボックスの中にも入るんですよ。で、例えば梱包するときって、あ、そうだ、テープどこに行ったんだろうとか、ハサミどこに行ったんだろうとか、封筒どこに行ったんだろうとか、場所がバラバラだと、もう探すのに普通に2、3分かかるときあるじゃないですか。全部集めるのにテープ持ってきたり、封筒持ってきたり、ハサミ持ってきたりとか。で、これが全て1個のケースで収まっちゃうんですよ。だから僕8年間ですね、自分で梱包してたんですけど、これ買ったの今年ですからね。本当にその辺にハサミとかテープとかがごちゃごちゃになってて、で、中にこんな感じでガムテープあったりとか、こういう透明なテープあったりとか、あとこう段ボール、ちっちゃい、まあ、これだとこのサイズになっちゃうんですけど、もっとでかい段ボールは、まあ、他のところに入れたりとか、あとこういう封筒をたくさん入れたりとか。あとこれ便利ですよ、これ。重さを測るときに 1g から測れるんですよ。そう。例えばこんな感じで。だから重さとかも本当ギリギリまで一番安い。料金プランっていうのを自分自身で計算してから郵便局に持っていくとか。これね、めっちゃ便利ですよ、これ。多分1000円ぐらいで買えるんですよ。これ YouTube のリンクあれば貼っときます。これね、めっちゃいいんですよ、本当に。あとこのハサミ。これ段ボール切れるハサミなんですよ、1000円ぐらいの。100均のハサミとか今まで使ってたんですけど、でもダメっすね。あとこういうちょっとでかい封筒あったりとか、日本郵便のパウチ入れたりとか、あとなんかこういうシール、なんか値札のシールとか、なんか普通にコピー用紙の余った紙切れとかこう入れて何かの時に使うとか。これはもう全て一つの収納ボックスで収まっちゃうんですよ。で、これもなんか取っ手ついてるし、中もこんな感じで、しっかりしてて、いろいろ入るんですよ。だからこう、今から梱包を始めたいっていう時に、このバッグさえこう取り出して、目の前に置けば、全部もう入ってる状態になるので、全てを集める作業っていうのが一切なくなるんですよね。だから多分ですね、本当に全てを集める作業とか、梱包グッズを探す手間が毎日っていうか、まあ日々2分ぐらいあるとしたら、だからそれが例えば月に10回ぐらい梱包して2分あると20分もかかるわけじゃないですか、無駄な時間が。僕は多分、1ヶ月に30分ぐらいは無駄な時間過ごしてたと思うんですよね。あ、ハサミどこ行ったっけなみたいな。あ、テープどこだろう、シールどこだろうっていうことを本当に繰り返して、こういったことにようやくたどり着いたんですよ。この数年間経って。とっとと使っときゃよかったっすよね、これ。これニトリでね、確か1500円とか、1300円とかで売ってるんですよ、普通に。ニトリめっちゃいいですよ。これちょっと概要、リンクあったら概要欄載せておきます。商品番号とかあればニトリ行った時に、あ、それかこの写真をですね、スクショして店員さんに見せればいいんですよ。ニトリ行った時に。この商品ありますかって。こういうところを結構素直に、あ、これめっちゃいいじゃん、私も使いたいっていう人は、やっぱ素直にそう思える方って、やっぱり、伸びるっていうか、まあ、あれですよね。絶対それはいいところはどんどん真似していった方がいいと思いますね。これめっちゃいいですよ、本当に。こんなにポケットついてて。めっちゃいいです、これ。これは本当にめちゃくちゃ買ってよかったバッグですね。
なので、あ、このバッグいいなと思ったら、ぜひニトリってあるので、ぜひ使ってみてください。絶対時間の効率化とか、時間の短縮っていうのはですね、本当1分でも30秒でも短縮できるもんはやっぱり短縮していった方がいいと思いますので、ぜひですね短縮してみてください。じゃあ失礼します。